りの状況は？町の皆さん、エキサイティングされていまして？これで魔獣は全て片付いたな。これは森の入り口に貼られたお札が剥がされていますわ。お札って？日の本の魔術師が町のために作った魔獣よけの御符ですの。いたずらにしてはタチが悪いですわね。いたずらよりも今はスーだろ。あいつ一体どこに。そこにいたんだな。お腹空いてるだろ。ヌガ食べるか。ヌガ、俺の大好物、食わせろ食わせろ。うわぁ、スおっと、手がベトベトになったぜ。食事のローテを知っていた。一体何なんだ。ダーリー、大変大変。マム、朝から姿が見えなかったけど、どこに行ってたの。もちろん、お祭りデートの下調べよ。でも、それどころじゃなくなったの。これは一体何が起きているんだ。この手で街中は真っ赤に染めてやるぜ。こら、うちのトマトを投げるな。ナンパかしら。どうしよう、困っちゃうな。さっきの小アルモフモフ、こんなにいましたの。いたんじゃないわ、増えたの。こいつ、いい加減に仕上がれ。
いつらがあふれかえって国が一つ滅んだくらい。モーヌ、この子たちを知ってるの？ええ、こいつらはスティクス。これでも立派なドラゴンの幼体よ。ドラゴンの子供？それがどうしてこんな悪さを？本来はおとなしいドラゴンなんだけど、人間があるタブーを犯すと悪意を持ったこいつらが生まれるのよ。あるタブーって？それは、ごめんダーリン、ど忘れしちゃった。分身、もしかしてこいつらスーから生まれて？あら、オリジナルの幼体を知っているの？いえ、あ、その、スーは、なんというか。何をもじもじしていますの。実はカクカクしかじかでして。なるほど、その子がオリジナルと見て間違いないわね。俺はスーと仲良かったし、数日一緒にいて何もなかったけど。私がタブーを破ったと言いたいんですの？だらしのないあなたと違ってきちんとお世話して差し上げましたわ。別にそういうつもりで言ってねえし、つか何気にディスってんじゃねえし。人間にとっては良くてもドラゴンにとって良くないことだってあるの。時間差で影響が現れることもあるわ。とりあえず手分けしてオリジナルを探しましょう。事態解決の鍵はその子が握っているはずだから。俺たちはこの町をよくは知らない。探すなら町の人間と組んだ方が効率的だ。だから、ねえユージ、こっちの方向でいいの？王子はオーラあって近寄りがたいし、ドラゴンの人は刺激が強いからこの妖精と組んだけど。やっぱり話せる気がしねえし。なんか友人って別人だよね、カトリーヌと話してる時と。はあ、そんなことねえし。つかあのアホドリルムカつくし。大体省庁の娘か知らねえけど、強引で高慢で頭おかしいし、底辺を見下す最低な性格だし。それなのに輪の中心に立ってるし、みんなに思いっきり意見が言えてるし。本当にカトリーヌのこと嫌いなの？当たり前だし、あんなやつ大嫌いですわ。言いたいことがあっても口にしないで、うじうじぐだぐだいじけた態度で、しかも悪いことは人のせいにして。あれでは将来が思いやられますわ。むき、そんなにダメな人には見えなかったけどな。あれはダメないじけ虫ですわ。王子様だってお仲間から無条件に認められたわけではないのでしょ。それは友人と来たら認められる努力もせずに自虐ばかり。それは怠慢、呆れるほどに惰弱、貧弱ですわ。私だって努力しているのに。あの友人とカトリーヌって子、いつも仲が悪いの？子供の頃はそうでもなかったんです。でも別々の学校に上がってから友人が周りから浮き始めて。逆にカトリーヌは周りをぐいぐい引っ張るようになって、それから二人の溝が深まった感じですね。人間ってめんどくさいわね。むむ、
どうしましたか？向こうの食堂から怪しい気配を感じるわ。ムムさん、あれ？違いないわ。早くダーリンに知らせて。おやおや、注文もしないで帰ろうなんてぶしつけな客だね。せっかくだからゆっくりしてきな。今お通しを出すからさ。